どこでボタン間違え未来がずれたのか僕と生きた数年が君を綺麗に変えたねすぐ泣いた君がこんなに冷静よそうに辛いばかり

インスタライブ始まるよー言葉とギターのギャップがすごいっすよ <laughs> 最高っすねすごいねありがとうございます本当にインスタライブはいちょっとしたなんかミニコンサートみたいなこんな僕その最初言っていただいてインスタライブやれるよってなってからこんなことになると思わなかったっすね いや、僕もね、こんな大規模なねなねんかタイガーと一緒にインスタライブやるんだし、なんか歌うってせっかくなら、はい、なんかちゃんといい音といい音楽でお届けするなんて言ってたら、すごいことになっちゃいました<笑><笑>すごいっすよ、これ、<あー S 2> バ花も来てくれて、そうなんです、あのー、はい、今日ね、頭からかっこいいギターをかき鳴らしてくれた彼は、ですねジャニーズ j r えセブンサムライというグループの、はい。 です。自己紹介をジャニーズ j r ブンメン侍の現役音大生やってます山花です普段はベース弾いてますすごいっすねベースもできてはいギターもできてピアノもできるね鍵盤もあとドラムも最近家にウクレレと三味線が怖いもんなしかも編集とかも自分でやりますからね はい。だから一緒にね、こう歌うとき、歌うね、ことを決めたときに、なんか誰か演奏できるやつ、うなんかジュニアとかでいないかなっつっていろいろ調べたら、はい。やばなを見つけちゃいました。見つけて。いややばな、すごいっすよ本当に。僕らからしてもやばなすげえってやっぱいつもなってるんで。そうだよね。はい。嬉しい。はい。今日はちょっと何曲か、何曲かあの一緒にみんなでねやりたいと思いますんで、はい。ということでじゃ。 トークセッション入りますかねじゃあすごいですねトークの時間もトークセッションいトークセッションしようかっこいいっすね <laughs> 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 じゃあちょっとバ花を大ガと2人きりにさしてくれるいっ一旦ちょっと<で>なかなかねありがとうございます本当にだって2人でなんか僕斗く君とこうよくいろんなインスタとかでもこう写真上げていただいたりとか僕もブログで書いたりとかしてますけどいざツーショット でこうやっっってて皆さんんにちゃんとお届けすするってなかったっすよね初めてじゃないかなこれ初めてですよね <うん S 2> ずっとこうエピソードとか僕のバラエティーで動画で出てくださったりとかありましたけどなかなかこうやってツーショットなかったんで僕はめちゃくちゃ嬉しいっすいやー僕も嬉しいですよ そもそもあれ初めて会ったのって、はい、いつなんだっけね多分僕が212歳とか、ね、56年前とかですかねだから SixTONES でデビューする前じゃんデビューする前ですデビューする前に何か一緒にご飯食べたいんですよねみたいなのを人づてに聞いて、はい、その共通の知り合いを介してご飯食べたのが初めて、はい、そうですねそれがもう56年前でそこからこう2人でもご飯行かしていただいたりとか、うん おうちにも遊びに行かせてもらって、僕ん家も来ていただいたりとか来たーありましたね。行ったー。ありました。僕の家で。うらやましいだろ。ほ <laughs> ら、たいがんち行ったんだぞ。あ、そう。今日あのあれね、生田トーマアカウントとストーンズアカウント両方で見れるっていう。二つで。やらさせてもらいますけども、うらやましいやろ。<laughs> だから結構ほ本当にあのー、大好きだったので、僕もあのお会いする前から、からいざお会いできてこう舞台もいっぱい見に行かせていただいたりとか。うん で僕の舞台にも来ていただいたりとかして、ニュージージズ見に行ったよあ,ありがそうやってなんかこう交流を、ね、深められているのが嬉しいですけど、えー、やっとこうやって形になって<え>お届けできて嬉しいです本当にずっと言ってたもんね、なんかインスタライブ一緒にやりたいんですよねそうすよみたいな、ずっと僕たちが解説させてもらった時とか、と、ま、か、あ、トーマくんもインスタ始められて、うん、コラボできたりいいですねってずっと言わせてもらってて、ま、さかこんないやでも僕は本当に普通にこうラフにしゃべるぐらいの想定だったんですけど。うん トーマー君本気出したらこんなことになるんだって、<laughs> やっぱトーマくー君がどんだけジャニーズの中で、もうすごいポジションかっていうのを感じましたね、僕1人がインスタライブやりたいって言ったら、こんな大人動いてくださらないですもん、<laughs> トーマー君、すごってなりました、とんでもないです、いやいやいや、本当に。だって 本当にたくさんのご助力いただいてねいや,やってますけど最終的にヤバなのギターも指導してましたからね弾けねえくせなんかさこうノリの感じでそうそうそうもっとテンポ上げていいよみたいない全プロデューサーですよね <laughs> 全体の総括したすごいっすよ本当にこんなことになるとは思ってませんでしたけどねこ 一緒にいいインスタライブやるにあたってなんか、好きなジャニーズソングありますかみたいなね、でででよ飲んでないですす、ね、大丈夫です <laughs> 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 好きな、ねはい、ジャニーズソングありますかみたいなあの、みんなで歌おうと思ってるんだけどっていうのをあの、ストーリー、リインスタのストーリーで投げかけたらさまざまな、はい、みんなが好きなジャニーズソングがバーってー。 矢花に相談してみたら二人もすごく好きな曲僕も大好きですでも意外に多分あんまり歌ったことなかったですね表向きにカラオケとか僕の僕キンキさんいや大好きなんですよ大好きでキンキ k i k i d s さんも YouTube のアカウントとか最近あったりとかしていろいろ歌われてるじゃないですかまた新しくなんでめちゃくちゃ見てるんですけどスワンソング昔から大好きででもこれってやっぱ二人で歌う曲じゃないですかデュエットがかっこいいんで。 だからやっぱこういう言ってくださらないとなかなか機会がなかったんでそしかも KinKiKids キキのお二人のファンの皆さんもなんか割と大切にしてる、ね、曲だからねちょっと後輩たちが行きづらいとこですよね行、はい、ってやりましたよ行 <laughs> ってやりましたぜ。<laughs> どうでしたかね <laughs> まあとそもそもトーマ君が歌うっていうのがまず珍しいじゃないですかきっと世間の皆さんからしたらそうだ、ね、意味わかんない <laughs> 意味わかんないことはないですけどだ。

おととい北海道公演が終わったので次ドーム公演が初めてやらせてもらうんですけどすごいねおめでたいね、はい、ありがとうございますお時間あったらぜひ必ず行きますよ、はい、あの京セラと東京ドーム2箇所2箇所4月にやります、はい、やっぱりドームって今までいろんなツアーとかコンサートをやってきたと思うんだけど、はい、やっぱりこう大きな意味を持つ やっぱ思い入れがその分あったりとかあとストーンズスノーマンでデビュー発表したのも東京ドームだったので<ー>でもストーンズとしてストーンズだけで立ったことはなかったので、まあ、4月が初めてになるんですけどやっぱそういう意味ではちょっと緊張感は最近出てきましたねなんか近づくにつれて <laughs> あ迫ってるなみたいないよいよだないいよいよアリーナも終わってで、まあ、内容は追加行為なんでアリーナとまあほぼ変わらないんですけど、まあ、ちょっとスケールアップするので。 いやーやっっぱちょっとオープニングの時により多分一番実感するんですかね、うん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 、うドームだーっていうん、うん、ううん、ファンの皆さんも、そうですね、待ち望んでたドーム公演だと思うからね、めちゃくちゃ楽しみです、う<ー>ん、本当見てもらいたいですね、あの前来ていただきましたもんね、ライブそう、あれ、デビューのツアーかな。 コナンの公開日が14ですよね多分名探偵コナンね僕コナン大好きなんですよおう知ってる知ってるコナンの公開日と暴ばれの公開日が最近こう入れ替わっちゃうんですね頭の中で12と14がはいはいはい12が SixTONES ですよね12い暴れろ4月1212って書いてあるよそうっすよね予約したよとか合ってます でこう自分たちの意見を取り入れていただいたのは初めてのことだったんですけどこういう感じの曲調でいきたいっていうのを言わせていただいて、うん、ソニーさんもすごい後押ししてくださって決まりまりしたやっぱじゃあみんなの中でも、えー、ストーンズってこういう曲だよねっっ俺たちの色ってこういう感じだよねっ,っ,て,、はい、っていうのを全面にザ・ストーンズなところをちょっと今回はこうドーンとドームのタイミングでもあるんで見ていただきたいっていう。うね、PM もかっこいいしね、はい ありがとうございます。本当だから先輩がこう、まあ、後輩のというかもうこう僕たちのミュージックビデオをチェックしてくださってると思わないんで、俺結構見てるよ。本当ですか？結構見てる。 男子とか出てきたそうなんです s n o w m a 出てきた関連動画みたいなそうそうそう患者に患者に飛ばしてんで患者にも見てあげてくださいよそれはさすがにそうとかねやってますけどもそっか暴れろねそうなんですよ412ぜひ聞いてください皆さんもアリーナツアー行った人もねいっぱいいると思うしはいアリーナではやってないので暴れろはあマジでそうなんですよ 言わないけどね。それはまあちょっと言わない。そうだね。でもぜひ予習してね。そうですね。いっぱい聞いてもらったらいいことあるんじゃないかなみたいな。そうですかそうですか。まあそんな中ですね。はい。あのまあさっきのあの歌の話に戻ったりするんだけど結構ねあみんなこの曲好きなんだ。ストーンズの二人っていう曲ね。おお。はい。 かなり多かったんですよ、もう, 2>, う、ね、2人がいい、2人がいい、SixTONES、2人が好きみたいな嬉、えー、しいですね、あの僕がやらさせてもらってたつかの間の一華っていうドラマの主題歌、主題歌主題歌ですね、うん、はいなのでそれもあるんですかね、僕、特に SixTONES の曲の中で多分僕のイメージが強い曲なのかもしれないですけど、うううんでも本当いい曲なんですよ、そうだよねあの物語にもすごい沿ってたのもありますし、なんかすごい歌詞もあったかくて。うんはい じゃあその人ね覚えててきくださったんすか覚えましたよいやこれだからもう再 YouTube の再生回数上がってるでしょ俺すげえ見てるから遠間くん分なんですかうん増えてる分うん急激に増えたはずだよ MV で練習してくださったんそうそうそう嬉しいちょっとねその2人を披露しようと思いますけどもじゃあバなちょっともう一回戻ってきものてしかもあれですよバのの同じメンー佐々木が おおそっかそのドラマにも出てたのでセブン・ン・イサムラお世話になりましたいやいやいやこれ炭酸水飲むからなんかゲップ出そうなんじゃない水にすればよかったな炭酸水よく飲むんすか炭酸水好きなのそうなんですよお風呂上がりにね <はい S 1> 炭酸水飲むとねすごくおいしいんだよいいっすねーお風呂って今その宣伝兼ねてるんですかバレ <laughs> <laughs> ちゃいました <laughs> やっぱそうね今、俺めっちゃできた後輩でしたよね、結構、最高よかったです、湯道というね映画、今、全国であの公開してます、私が主演をさせてもらっておりますけれども、銭湯をね題材にした映画、湯道、めちゃくちゃ面白そう、ぜひ、ぜひ見てくださいね、すごいいっぱい出ますもんね、そうだよ、すごいっすよね、ちょっと持っててくれることないかか？あっ、やっぱお水に切り替えたんですね、炭酸水 めっちゃロック歌うめしてましたよ今練習したからあ,ありがとうございますホントにありがたいじゃあタイガ g の方からじゃあ曲紹介してもらおうかなはい s i x t o n e で二人です「<laughs> 朝焼けが照らした」 ビルの隙間「隣で眠るあなた夢の中」「もっとただこのままうるさいほどに鳴り響く病診」「孤独を感じた夜も未来に怯えた夜も」 「私だけを照らしてくれた」「心の中咲いてる一輪の花とあなたにこの愛をそそいでゆこう」「ただ見ひって泣き合って抱き合って私の中 しかもこのアコ,アコースティックじゃないからギターバージョンギターだけのバージョンみたいなあまりこういうギター弾き語りバージョンみたいなのってコンサートとかであんまりやってないやってないっすね SixTONES でもギターとか楽器やるの僕だけなんですけどあの6人の曲でやったりはしないんでなかなかそういうアレンジはやってないっすねちょっと矢花に来てもらいたいっすねぜひ <laughs> いつでも呼んでくださいここの関係性はでも なんかその僕もロック大好きだったりするんで音楽トークはたまにねあったりするとしますけどどういう曲聴くのとかで,、ね、でもちゃんとは多分なかなか、ね、なかったっすねそうはい腹ペコなんだよなあっ <laughs> 腹ペコ <laughs> おっおっ <laughs> 当だ <laughs>、うんだ見して見してアピッてカメラにアピッてアピッてもっとやばないいっすねー から生っ粋のマキシマムザホルモンオタクということでねい,いいですね俺んかさ、ね、NHK で一回ヤバなあったじゃんそうですね一度 NHK であったそう,そう俺がね「鎌倉殿の13人」でて大河ドラマに出てて、はい、なんかその合間かなんかにヤバなとあともう一人のメンバー僕と元高っていうメンバー二人で NHK 短歌でレギュラーをやらせていただいてて<ー>昨年度っていうかあまあ今年度というかはい でそれでたまたまあの廊下にさっきトーマくんいたから挨拶行こうってなってご挨拶させていただいた時もちょうどそのホルモンの服を着ててそれでわかったんですトマかトマか僕も好きなんですよえーっええーっうおぉっつってそれ話早いっすねそれそうういやちょっとじゃあ次の曲は予習復習にしますかぶっ壊れて終わりますね そうなんですねそういう共通点もあってそうそうそうそでずっ覚えててでなんか結構ホルモンのメンバーとね仲良くしたりとかも交流もあるんすねそうしててなんか八王子会に参加したとかなとかっそうなんだそうなんですねニュースになっちゃいましたえっそうなんだ見た俺もなんかヒロミさんとかホルモンの奈緒ちゃんとかんか八王子のありますよね 会八王子会の写真をなんか矢花が撮って、はい、それをなんかみんながこう SNS に上げたみたいなの <laughs> そうなんだ見たりしましたけどねいいっすねそういう音楽とかでつながっていくのいいっすよね,ね<ー>そうなんですねタイガーは何ますかどんな音楽聴くの僕はやっぱ m r ターチルドレンさんやっぱ一番尊敬というかリスペクトして大好きですけど世代でいうとラッドインプスさんとか、うん まあワンオクロックさんとか、うん、パンプオブチキンとかそういうのはもう中高生の時ずっと聴いてましたねそうか…ずっと聴いてもうカラオケでもあそれこそあの x ジャパンさんの「エンドレスレインとかそういうのもカラオケで練習してたんでデビュー曲で YOSHIKI さんが作ってくださるってなってもうめちゃくちゃ感動したりとか。そうやね 結構ストーンズはそのロック寄りというかう <ん S 2> あのキングヌーの常田さんが作ってくださったりロックな方々との交流があるグループなんで<ー>ん僕はもう大ラッキーっていうかう<ー> <laughs> 嬉しいみたいな感じですへ <laughs> え斗<ー>真君はホルモンさん以外だとどうなんですか,そう,かそうだねー俺でもうんーまあ本当ホルモンもそうだしテンフィートとかシムとかもう結構割と あー日本のこうロックシーンをずっとガンガン引っ張ってる、うん、う人たちの曲はよく聴きますけどね渋谷、うん、さん、トーマーくんに教えてもらって僕聴<う>き始めましたあ,あ<の>マジでた、はい、多分 URL か何か送っていただいてそこから聴かせていただいたそうだよ、そうだそんなこともあったねもうなんやかんや、なんか20、はい、30分もまもなくなりそうなところだけど。 ちょっとコメントとか拾った読みますか拾った方がいいんじゃないのそうっすねうん <laughs> またなんかこれ俺 SixTONES アカウントになっちゃったよそれは多分トーマくんのタッチの<お>あっそうっすそうっすもはや音楽番組やんけって書いてあります <laughs> <laughs> 嬉しいっすねなあなんかケンくんがコメントしてるとかって書いてあるよケンくん三宅ケンくん三宅ケンくんじゃない見てくれてんだケンくんコメント参加めちゃくちゃしてるだってえそうそ見つけないとそれはあしてる本当だ気づかないくらいがちょうどいいとか言って トーマ君の方すかね、もしかしたらこのケン君すいません V6 の歌すいません今日はないですけど <laughs> <laughs> 本当っすよ本当っすよこういう時に限ってマジかよいやー入れとけよかった V6 の曲もすっごいい,いっぱいオーバーとかいろんな曲きててさいや、ケン君すいません本当に今本番中じゃないのケン君舞台あっ舞台新幹線あそっか 確かそうじゃななかかったかなそんなお忙しいなんか嬉しいですね見ていただいて<っ> <laughs> ケンくん歌えってきてる <laughs> 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 すげえ <ー S 2> ケンくん嬉しいなすごいねーケンくん僕あの滝沢歌舞伎で <うん S 2> まあ結構前ですけど <うん S 2> あのご一緒して1か月2か月一緒にやらせてもらってたんではい若いよねあの人ねだからもうファンデーション塗られないみたいな 言ってるじゃないですか、健くん。で、僕その時もアイラインとめっちゃ入れてたじゃんで、健く君にお前何メイクしてんだよ。あ、ごめんなさい、真似しちゃいました。何メイクしてんだよって言われて、はい。メイクなんかすんなよって言われました。はい。あ、じゃあ結構じゃ交流もあったか。そ楽屋とかあったんだね。はい、通りかかった時に言ってくださったりとかありました。ええ。本当ブシックスめっちゃ濃いっすもんね。アドリブで歌ってブシックスって書いてあるよ。やばいっすね、それ。 あの曲好きっすす<れ>知ってますかね眠る前、君の名前何度も何度も呼んでってやつ知ってますそれだけでいいってやつ大好きで <laughs> <laughs> リアクション的に知らないリアクションしてますけどあでもちょっと確かにちちょょっとともう,ちょうねあえー、っと <laughs> 朝が来ても 光がさしても目が覚めても何をしていてもどうですかいいねこの <laughs> <laughs> 曲大好きで、えー、いつかこの、ま、ジュニア時代の時によくカバーさせてもらうチャンスあるじゃないですかだからいつか何かあのー、なんかいい曲一曲なんか歌えと言われた時のためにストックしてたまま<ー>終わっちゃいましたけど、はい、でもまさか。 ご本人の前であ、っすよねケン君見てるからハードル高かったですね今よく考えたら京本いろしろっていうのはコメント来てますけどね歌、聞いてちょっと他にもコメントねなんか来てる俺はちょっとやっぱメイドインジャパン世代だからなでも僕やっぱウルトラマンティガティガテイクミハイヤーもうたまんないっすね あ、ケン君の真似,似てるって言われてちょっと今複雑っすね <laughs> 喜んでいいですかね斗真 <laughs> <laughs> 君モノマネ結構しますよね松岡さんとかそう松岡モノマネの第一人者だからね <laughs> そうっすね結構あれ以降やられてる方は増えましたもんね <laughs> やっていいんだみたいになったんですかねそう,そう,そうそなのかなそう東京の番組出るとね <laughs>、はい、必ずうー求められるんでねやってますけど矢花は先輩 誰と仲いいの僕は、それこそあの、最近番組ご一緒させていただく流れであの坂本くんとかえ、坂本くんはい V6 の坂本くんの番組に、セブン・メン・サムライがよく出させていただくのでこないだ、あの、僕、楽屋ののれんいただきました坂本くんにはいすごっ舞台とかで使うのれんその番組自体が、プレゼントを作ろうみたいな あのー坂本君の番組にその助手として「ブンメンのメンバーとかあと少年忍者とかジュニアが代わり代わりで出させていただいてるんですけどそれでサプライズで僕とそのそれこそご挨拶一緒にさせていただいた元高と二人でうーんそうなんだはい,あとういなかなか珍しいんじゃない坂本君と交流がそうだねあまりそうい、ね、う,ん、そう印象がないよね、うん ブルーの世界真っ白なピアノのメロディーうわーいい曲っすよね本当に空から舞い降りてくる水晶をつかまえに行こう知ってる曲出てきた瞬間の張り切り方えぐいな <laughs> さっきあんなふわふわしてたのに、<laughs> 曲見つかった、<や>頭の中で曲見つかった瞬間の行動力、やばいっすね。<laughs> ほんとさその俺、前、ストーリーで、はい、なんか好きな曲あるーっつって、ねはいろいろやったらさ、いろんな曲来たわけよ、はい、で、その中でコバルトブルーが来たわけ、はい、コバルトブルーって坂本さん、ブリッシク坂本さんのソロ曲なんだけど、たぶんデビューアルバムの曲に入ってんのかな。 で俺コンサート V6 の皆さんのバックダンサーやってたからものすごい聴いてたから「コバルトブルー」っていう文字を見た瞬間に青春がもブワーッて蘇ってきてそうすねうわコバルトブルー超懐かしいとか言って「ったわけを披露できてよかったありでしたねでも聴けてよかったです今まさか坂本さんの話までこうなったんで僕の手柄ですよおっこナイスパスだね今ねのれんをもう一つ お願いします山田に乗り二ついることある方式なんですか確かに確かにコバルトブルーっすよねジョン・レノンから始まりジョン・ンレノなんかでもこのなんか喋らずぐだぐだコメント見てる時間好きなんですよね俺ろ構テレビだとこう喋んなきゃってなるじゃないですかそうだねでもなんかこういうのいいっすよねちょっと オフとオンの中間ぐらいのトのマーく君絶対その足の癖家で出るやつっすもん <laughs> <これ S 1> 家でやるときの癖出てますよ絶対それ新調 <laughs> したからさこの春の矢花曲作ったりもするの僕この間ライブで <うん S 2> あの歌なしのインストの曲を一曲グループでみんなで弾こうっていうやつは作りました 歌ないけどバンドグループだから歌わない曲が1曲あってもいいだろうっていや本当ト矢花さすごいんだよマジでアイランド TV だっけそのジャニーズ Jr. の「アイランド TV」っていうその Jr. のその動画チャンネルみたいなのがあるんですけどそこでこう矢花の動画とか見れるんだけどもうちょっとね変態変態です褒め言葉だと思いますそれありがとうございますさあ冒頭に言ったようにもギター ス、ピアノドラムとかなんかもう全ての楽器に精通してるからなんか自分でああの…のの…なんていうの、あのー、全部の楽器を弾いてミックスして映像を編集して出してるわけよ、はい、やっぱなんかいっぱいいるみたいな,やつなねそうそうそうそれとかもなんかもうすごいもんなんか <laughs> すごいっすよねでもうあれはもう独学で学んでるの,あいうのは編集とか編集はもう完全に独学ですねすごいね でも演奏もその大学入るまではまともに習ったこと一回もなかったんで斗く君の世代のというかジャイニーズの方でいますそういう編集とかも当時されてたジュニア時代からやってた人とかいやどうかヤバなレベルってなかなかないんじゃないですかうんいやみんなカメラ好きでとかやったりしてたけど、はい、ここまであのストイックにやってるのはあんま聞いたことないです 事務所以外でもあんま聞いたことない確かにそうですねだって今9万人ぐらいの方が見てくださってるわけですからすげえだからもう一気に見つかっちゃいましたよね矢花の才能がやばいよこれやあらそういうこともするのそういうかわいいノリもあるんだこういう時ぐらいちょっとやっとこうかなと思って大事ですそれこそそのス t o n e さんのローリンも僕が5人ぐらいに増えて1人で 見た見たカバーさせていただいたんです。ありがとうね。嬉しい嬉しい<れ>。そうローリンって曲はセブンメンプラス僕でパフォーマンスしたこともはいあったんですよ一回。<んー S 1> 楽しかったよね。楽しかったです。めっちゃヘドバンしてみたいな <laughs>。へえ<ー>。<laughs> いやちょっとでもこのまあこの三人なのかもっと増えるのかわかんないですけど。 ちょっと第2弾みたいなのやりたいですけどね第2弾ねもう夜音とかでそうだよな夜音でそうだねあそれいいかもんかさ始まりはこうインスタライブでこういうミニマムな感じでやっていつか夜音目指すみたいなねいいっすよねちょっとあのストーンズのアリーナツアーとちょっとこの3人での絶 e p ツアーちょっと塗ってますみたいなやりたいっすねそうだよね 楽しそうじゃないですかいつかヤ音でねいいじゃないですかちょっとじゃあその時までに僕が3人になれるかどうかをちょっと検討しておきましどういう意味 <laughs>、ね、<laughs> 自力でねギターだけじゃないですかあーそうだねやっぱドラムとまあ本来セブンメンだとベースを担当してるんでそっかうどうにか1人でできる策をちょっと考えときますいやーヤバ泣いったら何でも叶えいそうな <laughs> <laughs> そうだねーいや嬉しいっすねー本当に。にんか なんか大河に聞きたいとか山田に聞きたいみたいななんか今めっちゃ質問コメント読んでるから今がチャンスチャンスっすねマく君あれはどうなんすか何その生田スタジオはマく君と関係してるんすかしてませんよしてないんすかはいありがとうねいや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 俺結構そのインスタでそのストーリーでね質問をこう募って みんなの質問にこう答えていくみたいなのを。好きで、なんか夜中やってるんですけど。見ます見ます。そう、たまに。タイガとかが。今見てますよみたいな。ありましたね。そう。メールしてくれる、なんか質問ある、って直接メール。打ったら、なんか。生田さんって。生田スタジオと関係してるんですか。<laughs> ごめん、誰が助けて、この人わかんないんだけど。何この人。 っていくだりがあって <laughs> でそれで終わっちゃったんで僕としてはその質問に答えてもらってないかったんで関係ないよだから関係ないっすね関係ないよちょっとショックっすねあの日すごかったんだよなんかジュリーともなんかメールやり取りしてて <はい S 2> でその後フ風磨からメール来てて風磨もねドラ <そう S 2> マ共演してから仲いいっすもんねそうそうそうじゃあ結構最近後輩モテモテ時期さモテモテ時期なにわ男子とかも 俺じゃなかったでそう長尾とかねああそうですよねうん長尾とかなんかすごく好いてくれてるんでトーく君の魅力にやっぱみんな気づき再確認し始めてるてい, <laughs> いやいやいやそういうフェーズに入ったんですねいや当にもにモテてモテてしょうがないです <laughs> ジャニーズの後輩にうらやましいだろいやーあー俺がめっちゃ喋るっていうのにびっくりしてますあっ<こ>あんまりじゃあ 普段はクールでクールでやってるんでクールで売ってんのいやそんなことないですけどまあなんかでもたまにクールで売ろうかなって思ってる時あるよねなんでわかるんですかいやわかるよマジっすかうんなんで分かっちゃうんですうんでもなんかこうタイガのなんかこうエンターテイメント魂が隠しきれてない結局ね結局出ちゃうみたいな感じがいつもあるなと思うけど。 面白いこと好きなんですよ実は <laughs> そうだよねなんでやりたくなっちゃうんすけど俺も気になってたこと言っていい何ですかこの子もめあのコメントくれてるんだけどはい「キョモのトレーナーかわいい <あっ S 2> グルート」これグルートだよね知っ,てます知ってるよずっと気になってて「k i n g p r i のグルートで」でこれ最近買ったの近くで見せてあげて見てください僕あのマーベルの映ってるかなマーベルの推し推しキャラうんマーベル大好きだもん、ね、マーベル大好きでグルート大好きで でもうこれあのー、プライベートでもまだ来てなかったので今日、初おろし <laughs> <laughs> インスタライブで初おろししてでまあ、僕、さっき面白いことを好きって言ったじゃないですか、うん、で一応仕込んでいるんですけどいいいですすかお,お願いしま暑、まあく,まあ、くなった場合のグルード脱いでグルート <laughs> 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 見せて,て, <laughs> てあげて <laughs>。 グルー抜いでグルートって <laughs> まあこのなんていうんですかね櫻井翔君がこうダブルパーカーとか流行ってたんですけどやっぱ俺ダブルグルートで流行らしたいなって思ってるんでこう… <laughs> ダブルグルートやばいねいグルートを仕込みしてきました今日はあでも可愛い T シャツかわいいっすよねうんうんデザインも違うんですよこっちとこれ何のあれなんだっけこれはガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの中のあのー グルートも大人バージョンとかいろいろあるんですけどその中のちっちゃいときのいわゆる赤ちゃん状態みたいなベビー状態みたいなかわいいんすよアイアムグルートしかしゃべんないですからね本当に知ってるマーベルあんま見ないあのでもそのビジュアルは知ってましたキャラクターの「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」の2いわゆるリミックスって日本だとタイトルになってるんですけどそれ見てもらえると出てくるんでえワン出てないっては大人の大きいグルートなんですよ はいちょっと見てほしいっすねぜひ「アイアムグルート」の短編アニメもあるんではい。いや言えてよかったよかったっすよあの振っていただいてもうダブルグルートずっと隠し持ったまま今日終わるとこ何のために中に来てたんだろうで終わっちゃってましたよかった今日もあのポーズしてだってああどっちだろうあのポーズこのこのもう相文字がついてるよあれじゃないのあれかお前最近なんか訳わかんないやつやってるからあれやってよ それ何なのマジでね俺ずっと気になってたこれさ2022年のポーズなんでちょっと古いんですけど俺さ前なんかご飯食べた時かな一緒に写真撮ってインスタに上がってるんで僕のアカウントでちょっと写真戻ってくれたらわかるんだけどなんかこんなんやってるわけよしかも何も言わずやってな何も言わずにで俺何枚か写真撮ったじゃんそうですね全部これなの俺何これと思って これしか使わせる気ないっすね僕もあのー…全部でこれをやってたってことはで次の日『ミュージックステーション』見てたら『はい、ミュージックステーション』でもこんなやってるわけよしかも『紅白』でもやらせてもらって何それ,<な>れどっから来たのもう ?2022 年の仕様なのそれ ?2022 年のポーズで「あの呪術廻戦」って作品でも似たようなポーズあるんでそれにちょっと間違えられちゃうっていうところはあるんですけどそれを別に意識してるわけじゃなく、うん たまたま僕がたどり着いたポーズっていうかたどり着いたなんかさこの意味があるわけその、ピースと平和とかさなんかさあるじゃんロックとかさ海岸っていうふうに海岸海岸目の目の、海岸するね海岸っていうふうに一応名付けさせていただいてあの、いわゆるピースとかまピースって言いながらこれやってしけどすみませんちょっとバグっちゃってはい バグっちゃいましたえっとピースとかピースとか,かグーとかはアイドル誌とかでも求められるんですけど、うん、意外にやったらやったでなんか普通なんでもうちょい違うポーズないですかとか言われることあるじゃないですかオリジナルでね、うん、なんかこうあんま見ないような、はい、だったらなんかオリジナル一個持っておけばなんかそういう時に乗り越えられるんだろうなと思ってこれを作ってで結構乱発してたんですけど「うん、でその紅白の」のまあ、事前の会見あるじゃないですか。 意気込みとか聞かれてる会見で、はい、じゃあ最後フォトセッションお願いしますみたいに言われてまたピースとかだとなんかちょっと普通なんで変えてくださいって言われることを見越してこれやったんですよ、うん、そしたらあの顔見えないんでやめてくださいって言われて <laughs> <laughs> NHK 的にはちょっとね、はい、でも,なんかもう僕、まあ、去年の話なんで27歳8歳27歳で、まあ、だいぶこう大人ではあるんですけどなんかそこで10代のこの反抗期の自分が蘇っちゃって。 かりましたって言いながらこうしたんだこれがこうなったんだっていう無駄な抵抗をするっていう情けない話っすよね本当にファンの人たちにもこう浸透してるんだろうねもうもはやこれのなんか最終形態を作ろうと思って最近やってないの何怖い怖い何見せてあげて何これ怖い怖いそれで2023年バージョン 大事な式典の時って何 <laughs> 何じゃあなんかゴールドディスク取りましたとかなんか、はい、とかなんか表彰、うん、まあもうほんとにいわゆる孫悟空でいう元気玉みたいななるほどねもう必殺技超必殺技うん時はこれをやるっていう何言ってんのマジで <laughs> 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 で一応2023のポーズもああんのね2023年のポーズ、はい、ああんのねは一応こういううん これ、ねこれどういう意味があるんですか名前つけたんですけど、忘れちゃって、今、さっきからずっと名前が思い出せないんで、やらないようにしてますマジで、大ガが忘れちゃったからね、誰も知れないんだ、そうっすよね、何だったかな、あ思い出しました、モーゼ、モーゼ、えっと、バーッと開くね、あの海がこう、割れる、海割れね、っていうのをまイメージして、モーゼです、モーゼ、2023年は大ガモーゼで伊藤です。 結構これがここから下半期にかけてもずっと出てくると思うんで「モーゼだ!」って思ってもらえればこれどう思ってんの皆さんほんとにいいのかな俺なんで忘れるんだよとか言われてるよ忘れたんかいとかライブでもやばいっすよもう怖いっすよ客席が僕がこあおってちょっと外周通るときとかみんな普通ねなんかこう投げキスしてとかなんかピースしてとかキュンとかキュンとか。 あの、これやってとかじゃなくてこれをやってくるんですよ向こうが <laughs> で、俺もそれに対してやって終わるみたいな謎の合図みたいな <laughs> いややそんなんやってますけど、ね、面,白い面白い関係築いてるんだね <laughs> ストー t o n とファンの皆さんもねへ <laughs> え何か何ですかトーマくんの何ファンの方との交流とかってどうなんですか普段トーマくんの場合って俺はだ基本的にはあのー、映画の <laughs>、はい 試写会とかで皆さんに来ていただいてっていうのが一番近いかな会うタイミングって本当そういう時それぐらいあとは舞台かな舞台さ自分じゃないじゃんそうすね役だからななんんかかそのちょっと違う感じするけどだからなんかインスタとか結構楽しくやってんだよねそうういことすよね SNS がやっぱりそう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 ファンのの人と交流になりますそうストーリーとかやるとさ なんかこう、いろいろみんなから来るわけよト當マ君ファンミーティングとかやんないですかいやなんか本当やりたいなと思っててんか…めっちゃ喜びますよ絶対ト當マ君のファンの皆さんその時来てくれる二人やりましょうよ来ますよ一人で立つ自信ないからさもう全然あの見てる通り意外にいけるんで自分で言うんじゃないよこっちが言うから意外にいけるんで頑張りますねえ 去年舞台行きましたとかね、ええ、ありがとうございますねあディナーショーもいいですねディナーショーねセブン・メンは、うん、ライブはあそうだよどうなの最近セブン・メンさんはどうなの僕らは今ですねメンバーみんなそれぞれ舞台をやってましてうん僕も一昨日までお舞台の本番であそうなんだ、うん な、僕トリプルキャストで、まやらさせてもらってた時は、三人で。こう、三分割して使ってました。その、つの、竿に、三つかけて。うん。やってました。なんか。いいね。みんな使おうって言って。とかやってましたね。やっぱ、いただいたのれんはね、やっぱかけたいとかね。そうっすねなんか、あるもんね。<laughs> まあ、でも、使う機会増えればいいね。ここはどんどんね。そうですね。<確>あ、やばな。はい。俺、ちなみに、のれん、ホルモンからもらってっから。うわ。やば。 ホルモンさん全体からだ、ね、からね <laughs> どういうこと,ううこと困るもんじゃないですからね、うん、ホルモンさんああそういうことね誰か,誰か見てろ <laughs> 誰か見てろそ <laughs> すかライブはまあまだ特に予定をそうですねただ昨年の、うんえー、10月11月のあたりに、うん、念願かなって初のワンマンでしかも初ツアーで ッッッッププププを…やっん東京、大阪…あ、ップダイバーシティ東京ップ大阪ベイサイドップ福岡って3都市すごいねやらせていただいて合うねセブンメンにそうですねバンドだもんねセブンメン侍はねお客さんスタンディングってことでしょそうですねいいねいいじゃないですかでもこの異色な3人だからこそのレアなトークいいっすねねえなかなか聞けない話を本当だよ なんか言っとかなきゃいけないこととかないタイがなんすかね、言っとかなきゃいけないこと、まあばれろも言わせていただきましたし、まあ、ドームもやらさせてもらう、うん、まあ今は結構、そのストーンズごとですかね、やっぱり個人のドラマも終わりましたし、うん、まあ配信で今、あのスピンオフの自分のドラマは3話まで、褒める男に知りたい女っていうのを配信してたりするんですけど、くら、うん、いですかね。まあ、あとは本当に って言われたらメンバー個人のことを宣伝し始めゃいますすずめの戸締まりやってますので深海誠さんの最近、北斗もアカデミー賞を取ったりしてすごいですしあとは慎太郎もね山里さんの役でドラマいドラマ「だが情熱はある」っていうドラマも始まりますしジェシーも映画ありますし。 結構みんなここにあ舞台コーチも舞台やったりとかありますし、そうですね。まあジュリはまああれですけど、はい。ジュリはあれ。<laughs> ジュリーはあれなの。ちょっと今ないなと思って。俺なんかジュリのドラマ見たよこの間なんか。なんだ？ルーキーですか？あルーキーじゃない。えっとあのー、<laughs> ルーキー？ーえなんだっけ？乃木坂よさんとか出てたやつで。あそれはあれです。あのー、バリューの真実っていう、うん、僕らがやってるレギュラーの中でドラマを。 やらさらってたそれだと思いますそっかそっか NHK やった確かにあ NHK ですか5分とかぐらいの短編のドラマを多分彼が4週連続とかで主演でやっているそっかそっかんか珍しいなと思ってそうなんですよ結構でもドラマもたまにちょこちょこ出たりしてますしドリームボーイズとか舞台もやってましたしねそうだ見に行ったよ俺あそうっすかうんどうでしたよかったよ頑張ってました頑張ってました風磨と一緒にさそうっすねね お兄ちゃんしてたよ若手役引き継いでたうんあってますもんね作品にもキャラクターがチャンプとか引っ張ってもらってましたセブン・ m e n 侍出てたんでだそうだそうだそうだへぇやってますよみんなもう歌わないのとかってきてるようんいやもう歌ってもいいんだよ歌ったっていいんだけど歌ってしまうと魔法が解けるみたいな そう,すよねそうなんですよ <laughs> 今日は本当にどうもみんなありがとう <laughs> <laughs> 俺たちのインスタライブにね集まってくれてたくさんの方が集まってくれてありがとう <laughs> まあねということでね本当にあのー、最後になるんだけども <laughs> 今日何曜日今日火曜日か今日は火曜日すか、ね、火曜日か、はい、まだね週の初め学校も皆さん始まったばっかで大変でしょうそうっすね バイトもあるしさ、あのー、お仕事もあるしさ、子育てだってあるしさ、はい、なんかいろんなこと、大変なこと、まだまだ1週間、長いですけれども、はいあのー、なんとかね、この1週間、共に乗り切りたいと思ってますよ、なんか t a i g じゃあちょっと、ある、みんなに一言、最後に一言、うね、もうそろそろ締めに行こうか、まあ一言言わせてもらっていいですか、ぜひお願いします。<laughs>

で最後、曲やってじゃあおやすみーバーンって終わるっていう段取り組んだじゃん,ん組みましたあの打ち合わせさせてもらってやったじゃん、はい、でリハもやったやつ、ね、リハも,リハもなんなら入念すぎるぐらいすげえやったじゃん3時間ぐらい前からここ入ったやつですよ本当に3時間前からやってますからなんで今フライングした <laughs> <laughs> いや、なんかそういうふりなのかなってその言ったじゃないかっていう曲をまあ。 やるんですけどいったじゃないかをまあどんだけスムーズに入れるかって話だったじゃないですかそうだねなんかこう話の流れで「うまくいったじゃないか」っつって曲に入って終わるってなんかスマートでかっこいいよねみたいなそこを目指してやってじゃん俺が目指したいって言っちゃいましたしねそれをびっくりしちゃったいやにごめんなさいじゃあ「いったじゃないか」をやるっていうこと一回皆さん忘れてもらって一回配信止める大丈夫止めなくていいスワンンソグから 最後ほらフライングしちゃったびっくりした最後だからさあーでも今めちゃくちゃいい最後の曲振り思いつきましたおじマジで <はい S 2> うん急にいい急に来ないでよあ急に来ないよだからさっきも水 <あい S 2> 飲む直前だったからあそっ <laughs> かあそうっすよねもうあれをちゃんと最後のお別れの挨拶し,してよ ね素敵な時間なかなかないっすよなんでやっぱりここで、まあ、もう一曲最後にね歌って締めたいなって思うんですけれども「まあ言ったじゃないか」を歌うってさっき言ったじゃないかー <laughs> っていう感じでどうですかいいっすよね結構今よかったですよいいよ最高ありがとうございますありがとうございます,います皆様またの機会にお会いしましょう に付き合わないって言ったじゃないかついないて言ったじゃないかチャラいやつは無理って言ったじゃないか見た目で判断しないって言ったじゃないか 君はどうしようもないバカ,はいバカ僕はどうしようもなく君が好き本当のことがしたいの本当のことなんかしたくはないの ことを教えてよ本当のこと言わないでくれよ」「ったらむことば」「好きって好きって好きって言ったやんか」「好きって好きって好きって言ったやんか」「言ってないか」 ありがとうございます。ありがとうございます。皆様またの機会にお会いしましょう。うバイバーイくて、ね。おやすみ。